銀山神社津島銀山は長崎県津島市伊豆原町の河根地区付近にあった日本最古の銀山一石。日本書紀によると天武天皇2年に津島島塚差しの部改造大国が同国で産出した銀を朝廷に献上したとされる。さらに朝廷は対馬島市に命じて金庫を開発させ文武天皇5年に津島から金が献上された。この結果朝廷は 言語を大法を定めた。しかしこの金の献上については、俗に本記では、津島現地の開発者が鉄道工作を行ったものであり、実際には津島から金は出なかったとしている。平安時代になると演技式で津島の蝶は金と定められ、大財布に毎年長銀890両を納めるよう命じられた。精錬法は講義の配布記法と呼ばれるもので、 唯一のまとまった記録である、大江正房の津島三つ銀器によれば、高山市面に風を受けくるのところに置き、松の木を持って、これを焼くこと数十日、水を持って、これを洗い、貝、別してその立法を定め、そのはを、鉛鈴となす、とある。津島銀山は未だ詳しい調査がなされていないが、黒光景で、片円光交渉に銀が濃厚に含まれるタイプのものであったらしい。 発見当初は死にしやすい希少な自然銀の粒が混在していて、これを溶出しようと工夫するうち、大量の鉛を松木梅にじっくりと酸化吸着させることで純度の高い銀の分離が可能になっていったのであろう。この頃の行動は、2、3里ほどで採掘役、照明役、運搬役の3人がチームを組み、また排水も3から400人が一斉に手作業で行った。 官営のため、銀は全量が国税として都に送られ、給与の米は大財府が支弁した。運搬中万が一の沈没を避けるため、船には長大な綱を備えて引き上げられるようにしていたという。また、中国の司書、宋詩では、栄冠元年に宋へ渡った日本総長年が皇帝体操へ日本の国情を説明した上宋文に、 東欧州産黄金西別島で白銀もっため交付とあることが知られる。官任3年のトいの入港では、トい税により銀行が焼き払われる被害にあっている。銀山は13世紀以降、次第に記録から姿を消してしまったが、江戸時代になると、津島藩により銀山経営が復活し、京方年間以降は、藩営から次第に町人主体の経営へと移行した。 爆末期になると、再び衰退へと向かい、明治時代には見るべきものがなくなってしまった。大衆鉱山跡付近では近年まで、鉛、亜鉛などの採掘は行われていたが、経年のカドミウム汚染や採算面などからすべて、閉山されている。瀬野聖一郎、長崎県の歴史山川出版社。1972年、28ページ、瀬野27から29ページ、長野軍斎所集。 巻第三文筆家、小学館、ジャンルジャポニカ万有百科事典など、三木銀規制の45ページ。また、百連勝によると、英略元年4月28日に、対馬島市根城、高麗国金海付金庫、最新坊並み三木銀最長寺、霊書道観サル。とあり、津島川と高麗金海付の間に何らかの諌かいがあったことが見えるが、最新坊が、 具体的に何を指すのか、事件が起きた場所がどこなのかなどは不明。遠藤正夫、九州経済史研究日本評論者、1942年、172から175ページ、ありがとうございます。